秀吉は島津の捨て身の攻めを退けた。彼にこうするのは関東の北条、奥州の伊達のみとなった。秀吉は天下統一へ向けて北条討伐を決意。全国の大名を召集し、数十万の兵士を動員した。着陣した秀吉は早速小田原城を見下ろす笠懸山の森の中に城を築くよう命じた。築城をした後、夜のうちに周囲の木を切り、一夜にして城ができたと北条方に思わせる策であった。敵の心を攻め、できることなら戦いを避ける。天下人になっても秀吉の戦は最後まで変わらなかった。天下統一の将、小田原征伐。皆が笑えるよう作るさ。太平の世を作りましょうぞ。さて家康殿、北条平岸の地は関東を頼みましたぞ。受けたまわった。利家、お前はこれからもわしと一緒に天下支えてくれ。おう、任せとけ秀吉。さあ天下統一、総仕上げじゃ。北条は牢城の構えを崩さない。こうなりゃ北条氏康もその子らも全て討ち取るまで。この決戦、わしも一人の将となって戦う。秀次、恩人の守りを任せたで。あやかりたい。一夜城から時の声を上げよう。北条軍の戦意をくじくんじゃ。一夜で城を建てるなんて、元の力なんでねえ。みんなビビっちゃダメ。北条の結束、今こそ見せる時よ。関東は北条が、わしらが死んでも守る。お前たちは道連れじゃ。次にあるじゃろ。
うして歩み行こうぞ。もう一押しじゃな。ちょっくら仕掛けりゃ門は開けるじゃろ。武士の意地見ようや。我がこうにしてくれるわ。まだ物量押しになんて絶対屈しない。ギリギリで踏ん張ってやがんな。大した男気だぜ。撃ち取ったり。忍びを使い捨てぐる罠に火を放つ。中が炎上すれば門を開けざるを得んだろう。おい火攻めだ。やるじゃない。みんな下がって。ここは私が引き受けた。今じゃ一気に城内になだれ込め。この城もみんなも私の家族。絶対に守ってみせる。一歩一歩こうして歩み行こうぞ。このままでは救援願います。敵の方が一枚上手か。あんたさえ撃てば北条を守れる。ぐるーギッタンギッタンにしてやる。出世じゃ。かわいい顔していけつない殺気じゃな。
この勢い、これが天下の軍。今はただ、鬼の丸を死守するのみ。城内に本陣移動じゃ。戦線を押し上げる。気張って守れ。先ほどの賭け、実にあなたらしいですね。所詮は捨て狂は実害が少ない。故に派手に燃やし、北条の心を折ろうとした。すべては幸福を促すため。あなたはまだ平和的な解決を諦めていない。買いかぶりすぎだ。私はそんなに甘くはない。敵将撃ち取ったな。こんなもんじゃわしの活躍は止まらんぜ。参るか、身の程知らずめ。いざ戦わん。出世じゃ。参るか、身の程知らずめ。天守に向けて宝禄玉を打ち込め。一夜で築いた城、一瞬で壊してやる。一夜城に敵が。宝禄玉を打てぬ。宝禄玉は秀家がおらんと打てん。なんとしても守ってやるんじゃ。本当に引き込んだ。出
救援要請したい。敵将討ち取ったな。こんなもんじゃわしの活躍は止まらんで。やや出過ぎておりますぞ。これで天下統一、滑稽よな。逆実に参ろう。よっしゃ、登録弾を放て。本丸はもう持たない。みんな避難して。開門。この国も家族もみんな大好き。だからあなたたちを倒します。あなたが六姫のことを、東条に嫁がせた娘のことをどう思っているの？我が娘はすでに北条家のもの。故に北条と命運を共にするであろう。ここまで心を鬼にして、あなたは ようやった。戦もはかどるわ。敵将討ち取ったり。おう進め。これほどとはな。
ないじゃろ。ガンガン行く。諦めない。家族を失いたくないから。カイボン。さーて、打ち休むとこに行くで。わしの活躍は止まらんで。家族のため一丸となって戦うが王城の精神。そして家族とはこの関東の皆のことじゃ。王城の精神万歳。開門。ちょくら豊臣の奴らに挨拶してくれ。藤政、城は任したぜ。はっ、父上、お帰りまで城は支持します。行きしょう、討ち取ったな。勝てるわけには。尋常に勝負いたせ。帰るぞ。あればこれにて。ざっと死みたい。戦もはかどるわ。すまんな兄者、わしはここまでだ。開門。一歩一歩こうして歩み行こうぞ。私の一存、他の者は関係ないゆえ、寛大な処置を。こんなもんじゃ、わしの活躍は止まらんで。天下天下とほざいて戦してる限りよ、何万の民が傷つき泣いてんだよ。そいつらの涙全部拭う覚悟はあんのか。俺が見定めてやろう。抜け駆けはなしですよ。この小僧も音もしますから。私は最後まで家族を守りたい。だからお父様も守る。受けたまう。っしょー、また手柄を上げてまったわ。耐えきれん、聞かせてもらう。てめえらの覚悟見せてもらおうか。今までに散った者の涙、血、全部わしの心に刻まれておる。ここでお前さんの魂も刻み、皆が笑って暮らせるよう作ってみせるわ。出世じゃ。北条には泣いてもらうで。たとえ北条が消えたとしても、家族を思う心は消えない。ずっと。よっしょー、また手柄を上げてまったわ。戦救援行う。
わしの活躍は止まらんぜ。神君氏康公を討つのは忍びない。だがわしも歩みを止められぬのです。この鬼を呼んで何抜かしやがる。見せてみろ、てめえの覚悟ってやつをな。おう、進める。関東を治める奴に伝えてくれねえか。ここの民泣かしたら承知しねえってな。必ずや。お二方は秀吉殿と共に大阪へ。愛者は勝者に従う。それが戦国の習いでござる。わかったわ。私は大阪に、姫様はあんたに降伏して関東に残る。それでいいでしょう。なんと。はい。みんなが愛したこの国をお願いします、姫様。あひせんの日でよし出世して、あれよあれよとこう当たってて、明智に新パターンに本を出す。お前様危ないよ。いざよし、おじけつかへて。おっとなんじゃ、二人ともぼーっとしょって危なかったわ。そうだ、秀吉にもしもんことがあったらどうすんだ。調子いい。すまねえ秀吉、わざとじゃねえんだい。ようやく笑って暮らせるようになったね、お前様。